아, 이거다. というわけで、皆さんおはこんばんにちは。そしていらっしゃいます。浅田小雪です。それではね、ビデオ1、次やっていくよ。まあなんかここを見つけて、まあ鍵がわからんってところですね。じゃあ行きましょうかね。行きましょう、行きましょう。うん。で、何持ってんの？キャンディーの包み紙。キャンディー。本当か？怖いバレット。お前ならもっとマシな仕事ができるはずだ。行け。何か他のものが見つかるか探してごらん。キャンディー食ったってことか？まあ、そうだ。俺を案内してくどうれ。なんだろうな。これは何なんだ。森の真ん中にこんなものがあるとは思いもしなかった。ましてや鉄筋コンクリートなんて。鉄筋コンクリとはいうものの、鉄筋コンクリートがあるとも思わなかったけど。こっち来い。はい、痛い痛いです。あ、なんか持ってきてんね。なんだお前それ。よくやった。こっちの。どれどれ。ああ、おお。待て、あれはピーターだ。それを見なかったと思うか。度胸のある行動だ、ガキ。はあ。です、こちらです。ピーターは家出したんじゃありません。誘拐されていたんです。テープを発見しました。犯人の男が映っています。なんだって。どういう。待て、テープだって。森の真ん中でか。エリス本当なのか。はい、あのテープはいろいろなものを出現させるんです。ランニング、時間がありません。子供を見つけ出さないと。彼は重大な危険にさらされています。エリス、たとえそれが本当だとしても、お前を一人で行かせるわけにはいかん。選んでる場合ではありません。大丈夫、バカな真似はしません。ピーターを見つけてみんなが追いつくのを待っていますから。通信終了。ダメだ、エリス待つんだ。クソ。クソって。俺がさっき見たのは塹壕で撮影されたものだったんだ。来い、バレット、調べてみよう。塹壕に行くぜ。ここだな。ビデオはどこかこの辺で撮影されていた。あ、出てきてる。バレット。来い、バレット。ピーターが危険にさらされている。彼を助けられるのは俺たちだけだ。でかした。じゃあ俺に教えてくれ。どこだ。 そんなんで回収されてたのに。 現れちゃうんだね。どういうことなんだ。魔法のビデオよ。スタンド使いよ。おい、そんなところ入ってっちゃうのかい？え？うわー、すごいことに。本当にこっち方向で合っているのか。なんだ。あれ？戻ってきたぞ、ファレット。
そっちか。バレット。バレット。どこだバレット。そっちかな。来いバレット。俺にお前を追いかけさせるな。バレット、どこだ。変なの。どこだ。なんだ今の。あれは何だったんだ。あれは何だったんだ。なるほど。戦闘とかあるんだ。またこれかよ。何これ。あ、テープやん。テープ。危険。危険ってなんだ。奴らは俺が知らないと思っている。しかし俺には奴らが見えている。俺が目覚めさせれば奴らは俺についてくる。だが明かりが奴らを遠ざける。俺を守ってくれる。明かりを保ち続けなくては。明かり。よし行こうぜバレット。なあなあ、チュートリアルの。あ、なんかあるぜ。あ、また来やがった。どこだ。お、早っ。早すぎでしょ。終わったっぽい。よしよし。はいやー、何今の。すでに化け物じゃん。やべえ。これは、なんだ。発電機。あ、違う。トロッコ的なやつ。なんだバレット。なんだバレット。どうすりゃいい。この木、なんだか見覚えがあるな。あらか。あ、やっぱりこれか。そういうこと。わざと倒したのか。少しだったのに。少しだった。エリス、こちらです。応答せよ。はい、どうぞどうぞ。白い木を見つけたんだ。本当にあったよ。ああ、ええ、ないはずがないでしょう。とにかく俺は近くにいますから、そこで待っていてください。いいですね。ああ、とにかくあまり待たせるなよ。おい、俺たちには選べる余裕があるわけじゃないんだ。戻るぞバレット。行こうぜバレット。暗すぎ。戻るにはこっちだよね。
戻ったが。デース、こちらエリス。ランニング、どこですか？まだ木の下にいるよ。俺もなんですけど。何？同じ木のことを言ってるのか？白くて葉っぱがなくて、全体が黒いツタで覆われた木か？ああ、それです、それです。どういうことだ？とにかく全てが馬鹿げている。畜生、エリス、お前をここに来させたことが間違いだったんだ。お前は自分の名誉を回復したかった。それはわかる。だが、今回のことはお前の手に負えない。エリス食いだろ、これ。まるで俺が狂っているみたいな言い方はやめてください。俺なんて言ってほしいんだ。やってる。俺はやれることはやった。でもうまくいかなかったんだ。クソくらえたエメット、あんたの助けなんか必要ない。俺を必要としているのはあんたの方だ。この忌々しい森の中で俺はただ一人あの子に一番近いところにいる人間だ。ブチギレ。聞いてるんですかエメット。どうしたんだバレット。どうした。またか。あ、早っ。いや、早いでしょ。めちゃくちゃ早い。後ろか。どうだ、開いた。危ね。うわ、食らったっす。まずい。電波が届いていないのに。どういうことだ。なんだこれ。なんだか訳がわからないことに慣れてきているような。だっているよりずっと動いていないと死ぬ確率は 99% も高いんだ。動き始めた方がいい。だよね、ぼったちしてるとやられちゃうってことか、あれ。むず。乗れるーって、これで常にカバディ状態を維持する。じゃないとダメってことか。で、どうすんだよこれ。バレット、探せ。バレットちゃーん、お前だけが手軽なのですよ。何もねえってかい。何も見つからなかったか。そうか。こっち来い。どうしろってんだこれ。わかりませんね。進展がありませんね。あれ？待て。あれはランニングの車だ。でもなぜだ？ちょっと前には完全に壊れていたのに。どういうことだ。エメット、応答願います。そこにいることは分かっているんです。今あなたの車を見つけたんです。チャンネル3って書いてある。エメット、頼むから応答してください。明かり？明かりと言え。チャンネル3で明かりって言われる。あらまろ、未来明かり。明かり。未来明かりだよ。明かりをつけろ。明かりをつけましょう。ヘッドライトだ。ヘッドライトをつけろ。誰？なぜだ？誰だお前？誰なんだ？もしもし？もしもし？一体なぜ？もしもしって日本しか言わないですけど。もちろんロックされてる。ロックされてんね。おい、お前どうした？おい、どこで見つけたんだ？どこで見つけたんだお前。どうでも
もいいことだ。急に持ってくるね、お前。急に持ってきちゃう。バレット。開けて、ここで待って。ドライトつける。フラクション3回鳴らす。心霊スポットじゃが。これは、別の行方不明者。え、別。トッド・マッキノンが、アダム・ブランからトッド・マッキノンが失踪したとウィルソン警官に報告があった。ブラウンの証言によると、マッキノンは彼に木材を提供する仕事をしていたが、約2週間前に突然届いた。ブラウンはマッキノンと連絡を取るでしょうが、どうしてもできなかった。そうなんだ。初動捜査では残念ながら何の成果も挙げられなかった。マッキノンが自宅では見つからなかった彼には精神的な健康問題はなかったとされ。俺みたいに主人公精神状態にあるだろう。現在可能性のある仮説は故意による失踪。そう。イーストクリームザガジュには使われていないぞ。あんまりなぞいでって。どういうこった？サラ。ウェルソン、ウィルキンソン。ブルルンルン。してヘッドライト。バッテリーがない。何？何もね。ボンネットの下を調べてみよう。ボンのネット。これは？なんでだこれ？ヘッドライト、アンプ。うわー、めんどくさー。ボンネットね。ボンネット開ける？え？なんか意外とすっからかんなんだが。そんなもん。あれ？ついてないじゃん。ラジオまでついちゃう。ここで待て。ここで待て。これか。ヘッドライトが9だ。ラジオか。7番。あ、7番がない。これいい感じだ。あ、いい感じ。うわ、まぶす。だが、どうして。だがどうしてだがどうしてだがって。バレット、俺今度は本当に平静を失っているよな。やべえ。現実が戻った。俺の考えてることと全く同じだ。いきなり？どういうことなんだバルト。おいバルト、俺一体どうしようったんだ。頭がパーンしてる。僕は白い気がないんだが。誰か聞こえますか？ダメだ。エベット、そこにいることは分かっているんですよ。お願いです。返事をしてください。
いねえ。もしもし。誰だ。県外。県外なんだよな。バレット。バレット行くぞ。こわ。裏世界だ。裏世界に行っちまった。おバレット、お前だけしか信用できん。はい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 、なうるさい。うわー、いっぱい生きてる。次々来るんだけど、何？恐怖でしかない。あー、どうしようかわからないよ。そうか、あなたは私を避けているの？それともまだ森を駆け回っているの？僕はとにかく電話しようっと。都合のいい時に電話して、おし電話しよう。チェス。ジュース、君にしてはちょっと早いんじゃないか。どういうこと？そう、なんで話したくないってこと？違う、違う、嬉しいよ、君の声が聞けて。うるせえ。あのさ、さっきはごめん。俺なんだか謝ってばかりだな。それからまた何かバカなことを言うんだ。そうね。そして私はそれがもっと聞きたくて戻ってきた。きっと私は罰を受けるのが大好きだ。騙そうじゃねえか。俺たち果てしない虚言のサイクルに閉じ込められているみたいだな。永遠に動き続ける虚言マシンね。虚言マシン。送電網に接続されるべきかも。そしたら多分小さな町の電気ぐらい供給できそう。いいね、給料がもらえるんだな。いいね。俺たちしばらくの間はうまくやってたよな。やってた。ねえ、そうね。で、何が起きたんだ。さあね、何が起きた。人生よ。覚えてねえ。人生にはいろいろなことが起きるの。人生。君より俺に対してはもっとな。ねえ、そんな風に自分を痛めつけないで。あなたにはやるべき。自分を痛めつけるのが大好き。仕事にかからないと。どっちもまずじゃ。後で電話するよ。いいかい。約束を守って。どういう目です。どっちもド M。 やべえ。っていうか、ラーニングさんいないね。ラーニング、ラーニングしたいよ。ラーニング、あ、あそこだな。ラーニング、ここのはずよね。あれだろうね、白い木、白木屋、白木屋居酒屋。じゃあバレット、動くな、動くな、動くなってる。おい、泳ぐんじゃないよ。どうしようもねえ、ルーだ、お前。悪い子だ。あ、悪い子だな。どうしてそんな悪い子なんだ、お前は。あ、向こうに渡るってこと。この予想だ。こんな思いをする価値があるんだろう。冬の川は寒いよ、それ。寒い。入る。はい、バルト。あ、なんだ。え、うん、真新しい。ピーターのものに違いない。ピーターネメシスみたいのがあるんだけど、ネメシス、バイオハザードか。今はいいタイミングじゃない。俺のそばを離れるなよ。何嗅いでんねん、お前は。多分後で。後で。後でってなんだよ。ここは通れるようですね。あ、
私は芯がある。まただ。まただ。あいつらは一体何者なんだ。一体何なんだこいつは。トラベラー、トラベラー。読めねえよ、汚くて。ぼやけちゃった。どっちに行けばいいんだ？おい、バレット。不穏な音楽が流れてる。お？二組の足跡。どちらもがっしりした男。一人は裸。がっしりした男。ようだな。ようだ。タバコ。喫煙者か。まあ、俺がお前を捕まえなくともタバコにやられるだろうな。デュスティン。なんだこれ、拾っとこ。広いんだ。ゴミは持って帰りましょうみたいな。バレットは？なんだバレット、何を見つけたんだ。急に無音で。よし、いい子だ。スコップやな。さあ、脇へどいてくれ。どけ。なんだ。大丈夫だ、俺も気に入らないよ。とにかく俺に調べさせてくれ。気に入らないよ。なんてこった、くそ、なんてこった。ああ、まさか、そんな、エメット、ついさっきまで。エメット、どうしてなんだ。どういうことだ。なんてことだ、くそ、ラニング、なんてことだ。ああ、こんな目に遭うなんて。やられちまってんね。スコップでぶん殴られたのか。顔こんなんなる？ラニングのバッジだ。彼ほどこのバッジがふさわしい人はいなかった。そうなの。首に傷がある。ああ、深いな。なんてこった、かろうじてつながっているだけだ。けーブランブランや。犯人は顔の皮を剥いだんだ。何？鋭利な切り口だ。おそらく死後にやられたんだ。首をはねた傷とは完全に異なる手口だ。へえ、どういう手口だ。他は？は？ラニングはタフで経験豊富な人だった。犯人に驚いたりはしない。だから知っている人物だったに違いない。マジで。あね、あね、あねた。跳ねた。スコップでやられてんだ。ぶっ刺されて首をね、やられちまったってことが。バレット、こっち来い。バレットどこまで行っとんねんお前は。あ、なんか持ってる。こいつはいい。お、この辺りって何？どういうことだ？ああ、ああ、やられてる。殺人現場や。なんでわざわざカメラに残すんだ。カワハギおじさんが。エメット、ここで何をしていたんですか。これはもはや単なる行方不明事件じゃない。来いバレット、俺たちはこの件の肩をつけなくちゃならないんだ。肩をつける。ラニングのために。あれはビデオに映っていたシャベルだ。俺は必ず奴を捕まえるよラニング、誓うよ。誓うぜ。うわー、どこで首やったんだこれ。普通刺すんじゃないのか。で横に血がついてんだ。なんで横に血がついとんねん。でどうするんだ。あ、そっちか。オーケー、
タルスエメットラニング保安官エメットラニング気遣いのできる人だったどんなことにもそうだな誰に対しても優しかったもんな俺にさえ意見が一致することは滅多になかったけど彼は決して諦めなかった俺が彼を失望させてしまった後でも安心してくれエメット俺が必ずこんなことをした犯人を見つけてみせるクズ野郎だぜでしょなんだこりゃバイオハザード7の世界みたいになってるうわーなんだこりゃあの水は全部どこへ行ったんだこれは本当に正しい道かやばい俺の頭がおかしくなったのかそれとも頭おかしくなっちまってうわあなんだこれすげえなんだしバケツヘルメットかおう痛い痛いバレット走れバレットまたかい撃たれたお入れないところに行くんじゃないめちゃくちゃ荒ぶってデクノキ様の腹の中だ、はあ、バレットこれどうなってんの絶対おかしくなってんのまたバレット自分がどこに向かっているか分かっているんだろうな分かってんのかお前はまだ消えたわあ嘘どういうことあとこれかよこれを見るとゾッとするなんだか宗教っぽいような宗教でしょそう考えてああ何が何だか分からないエリスエリスわからねえんだけどどこやねんバレットバレットいない俺はどっちから来たんだうん、こっちは行き止まりだなわけわかめですあれでなんてこったなんてこった無事なんだ酔うよくそもうやめてこういうのゲル吐いちまうあっ動け攻め頭削りながらでもいい行くぜ
写真があんぜ。だから誰だ。君が悪い。エリサ、エルサ。いや、わからん。汚い。字汚いから読めない。ああ、ホームレスの方。ああ。どうしよう、動けなくなった。ああ。何だったんでしょう。よくこんな洞窟に入れんね。こっちよ。こっち？こっちってどっちや。あれ？メールが来てるよ。県外なのに？やば。お？メッセージってどれだ。大五ボイスメッセージってどれ。わからん。誰だよ。正気。ああ。畜生。おう。なんだ。エリス。え？ジェス。犯人はジェス。オフレコだ、エリス。一体何があったんだ。お前は強盗の通報に応じた。お前が現場に着いた時、犯人が店を出ようとしているところを見た。お前は拳銃を取り出し、犯人に止まるように命じた。いいえ。それから何があったんだ。何があったかは知ってるでしょう。俺の責任です。どうだ。言っちゃった。アダム・シャン、ピーターの兄だ。自分が何を考えていたのか分からない。俺は彼が一番見たくない人間だっただろう。もしかしたら俺は彼の一生を台無しにしていたかもしれないんだ。ベッドが動いてる。最新鋭です。俺がやらなくてはならないことだと感じたんだ。やらなくてはならなかったのに、できなかった。だブラックホークだ。うーわーすごいねこれ。そんな鳴る。そのグラサンはいただく。ベレッタや。はあ、また出てるあの人。サブリミナル女が。あら、バレット。どこにいたんだお前は。どうしてまだここに戻ってきてしまったんだ。最低だ。あれなんでここに戻ってきてんだ。死に戻っちまったのかよ俺は。これはある。はい、というわけでバコン。わかるよバレット。大丈夫だ。今回はね、ちょっとこれを調べてみよう。誰かはこれを俺たちに残していったらしい。残した。なんだ愛想。あいつだ。あいつだ。仕方んだ。何か探すぞ、バレット。なんだ、またこれかよ。俺にビビりすぎなんだよ。
了解。これで大丈夫だろ、バレット。マリーブエス。誰だ。探すか、といったところで、今回は、終了だな。同じだよね。でも、もっと古びてる。ずっと古びてるぞ。こんなことありえない。またか。だが前より未完成っぽさが出てる。はい、というわけで今回はこの辺にしておきましょう。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。